はい、それではいよいよ行列について解説をしていきましょうまず行列の定義ですけれども例を見ていきましょう M としてこのように数字が 3×4 で並んでいるものを考えますでただ書くと収まりが悪いので両側に丸い括弧をつけて表すことにしますこのような形のものを 3×4 行列と言います 行列は英語ではマトリックスと言いますけれどもこの 3×4 のことを行列の型もしくはサイズということにしますここで注意してほしいのは行列の横の並び例えば1357とか -1309 といったものはここにカンマを入れたくなると思いますけれども実際カンマを入れてしまう人が必ず毎年何人かはいますけれども これはカンマーを使わずにですね適切な空白開けるとこの画面の都合上ですねやや狭めになっていますけれどももう少し紙に書くときなどは広げてですねはっきりと区別つくように間を空けて書くというのが行列の書き方です。 で一般にこのような n×m 行列ですね、えー。ベクトルの時と同じように、えー、この横何列、縦何列という部分のことを、まあ、n×m というふうにして n×m 行列と言いますが、えー、この横の列のことを、横の列とは言わずにですね、行というふうに言います。えー、これ、英語ではローですね、ローですね。で、相、えー、番目の行のことを大愛行というふうに言います。 ですから、n×m 行列においては、行は1から n まであるわけですね。それから、縦の列のことは、列。これは、そのまま列ですね。英語では、クラムと言います。で、j 番目の列のことを、第 j 列と言います。で、これは、えー、例えば、3、4、3っていうの第2列ですけれども、これは、あの、3次の数ベクトル。 空間ベクトルと同一視して考えるわけですね逆に数ベクトルをいくつか並べたものっていうのは行列と同一してそのまま並べると括弧は重複しますけど並べたものは括弧が中の括弧がないものと思って行列というふうに考えますで N 行 n かける m 行列のことを n 行 m 列の行列ということもあります。で、この i 行と j 列の交点にあたる数のことを、えー、カッコ i,j カッコ成分、ij 成分と呼び、えー、ます。で、ij 成分が a アンダースコア ij ですね。この えー、IJ ですけどもこれはあの二重添え字と言われるもので、えー、数列なんかでは1個しかないわけですけれども例えば A11 とか A23 というように、えー、IJ の間にやはりカンマは普通つけずにあの区別がつかない例えば A11 行12列とかいうと1112と書くと何のことが分からなくなるのでそういう時は、A、11カンマ12と書くことはありますけれどもまあ普通皆さんが扱う行列は 3×4 とか 5×6 とかぐらいなので A23 成分とか A41 成分とか A52 成分とかそういう言い方をするので AIJ 成分というふうにこう書きます。で、えー、全ての成分 NM 個の成分を、まあ、AIJ と書くのに対して、えー、列を一つの先ほどベクトルと数ベクトルと思えると言いましたので。 1>, 1番目の数ベクトルを A1、列ベクトルを A1、2番目を A2 と書いて、このように書くこともあります。この時、この第 J 列のことを第 J 列ベクトルというふうに、列ベクトルという言い方をしますが、要するにこれは数ベクトルで、これは Rn ですね、N 行ですから、N 次の数ベクトルと思うということですね。 上の例で言うと、この行列を m1, m2, m3, m4 と書いた場合、m2 は3,4,3ということになるわけです。じゃあ、横の方はどういうのかというと、まあえー、正式名称はないんですけれども、例えば相番目の行のことを行ベクトルと呼ぶこともあります。ですから、第2行ベクトルというのは、0,4,-1,3 という感じで呼びます。 特に n×1 行列ですね。これは要するに列が1個しかないので、それ自身を列ベクトルと同一しします。まあ、同様に横1列だけの、n が1のもですね、1×m 行列のことを行ベクトルというふうに読みます。